どうもルイです。今回はですねドラゴンボール Z 特艦バトルやっていきたいと思いますと、今9周年の特艦フェスガチャ来てまして、もう少しでねこの、400時間限定の連続ガチャが終わってしまうので、ちょっとその前にガチャ引いていこうかなと思いますと。でブロリーとゴジータ来てますんで、ブロリーの方をねちょっと引いていきたいなと、もしブロリーの方が、早めにねちょっと来てくれたら、ゴジータも狙っていけるかなという感じです。提供割合ちょっと見ていきますか。で SSR が、10% で来るんですけど、ピックアップされてるキャラクターは5% で出ますよと。いつも通りな感じですね。ピックアップなんですけど、もちろんブロリーと。ブロリーは狙ってるんですけど、ちょっとね、ザマスの方も自分持ってないので、もし来てくれたらちょっと嬉しいかなっていう感じですかね。ブロリーの方は他にも結構いいキャラが揃ってますんでね。いい感じですね。ただ、ブロリー。本当にブロリーさえ来てくれたらいいです。じゃあちょっとね、引いていきますか。ちょっと早めに来てもらいたいと。一応ね、その無料分まではちょっと引きたいかなっていう感じなんですけど。さあ行きましょうか。さあ久しぶりの、ドッカンガチャと、行きましょう。もうすぐ来てくれていいよ。なんかね、演出が変わってるみたいなんで、どんな感じですか？今こんな感じなんですね。変わってますね、確かに。確かに変わってると。さあ、2枚目、3枚目。久しぶりなんで、ちょっと楽しいっすね。今のところ SSR が来ないと。演出がちょっとね、新しくなってから何がどう熱いのかと。いうところなんですけど、5点が来ましたね。そしてベジータと。SSR は2枚と。さあ2回目いきますか。さあどうだ、どうなるか。ブロリーは引きたい。お、これは新しいですね。あのサンキューは何を意味するのか。先行と。5枚目かな。ピッコロ大魔王。まだ確定版あるんでね。大丈夫です。まだ終わってないよ。
これはこっちじゃないんだよな。惜しいな。今の惜しかったっすね。そっちのブロリーじゃないと。一瞬来たかなと思ったんですけどね。いや、こっちのブロリーじゃないでしょう。うわぁ、マジか。違いますよね。僕の勘違いじゃないですよね、これ。違うでしょう。こっちですよね。ほら。ダメです。あ、30連目。今の来たかなと思ったんですけどね。全然サンキューじゃない。全然サンキューじゃなかったよ、今。本当に1か8かがきつい。え、これはダメなんじゃないですか。いや、これはダメなんじゃないかな。なんか演出が弱いっすね。さあ、3枚目と。いや、プロリー、頼む。6枚目ぐらい。いや、今の惜しかったな。ちょっとね、1周目で決めてほしい、本当に。いや、でも、この演出が弱い状態で来るのかと言うと、まあ、来ないっすよね。来ないっすよね。そうですよね。と。さあ、じゃあね、30連引き終わったので、無料でね、10連引けるという感じなんで、これがね、嬉しい。これ嬉しいよ。さあ、まあ、ここまではちょっと引こうかなと思ってたので、ここはちょっと決めてくれないと。これは、これ演出さっきと同じなんで、ちょっと、来ないんじゃないか、これ。こういった演出でも来るのか。さあ、4枚目と。さあ、まあ、どうするかですよね、この、今一周終わったところですけど、まあまあまだ最後までわかんないですけどね。まあでも、ほぼ来ないでしょう。その確定で 5% あるよ、5% でも。5% ね。まあ、一周終わった状態で、ブロリー出ずというところなんで、まあ、2周目っすかね。ちょっと2周目、いきますか。さあ、まあ、50連目と。え、どうだ？どうだ？これ。お、フュージョン出ましたよ。これは新しい。どうなる？しかも、あ、そういうことね。これ期待できるんじゃないですか。いいよ。これ期待できるんじゃないか。もうね、ブロリー来たら、ゴジータいきます。さあ、3枚目。SSR ね。さあ、4枚目。ああ、そっちね。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだある。まだある。まだあるよ。フュージョンだから。フュージョンだから。そっち。あ、まだ確定分あるね。次ぐらい。
いやー、これは期待したんだけどな。いやー、難しいね。難しい。本当に60連目。やっぱりねー、ピンポイントでブローリーだけを引くっていうのは。これ虹なってますよ、放てが。まだ期待できるかも。あ、来ましたね。さあ、サンキュー、サンキューと。さあ、2。頼む、決めてくれと。さあ、4枚目。さあ、5と。さあ、6。さあ、7。あ、ザマス。いいじゃないですか。ザマスはね、ちょっと欲しかったんですよ。これでブロリーも来てくれたらもう最高ですと。さあ、9。さあ、10枚目確定が何かと。ね。ねえ、もう本当に。さあ、次ね、80連目かな。これ回したら無料でまた10連引けるので、まあ、回すのは回すんですけどね。もうこの辺りでちょっと決めないと、マジで厳しいっす。もう余力がない。余力がないよ。あ、今回も放ては虹と。あ、フュージョン来ましたよ。これは、期待できるか。ここ決めてほしいね。ここはちょっと決めてほしい。決めてほしいよ。んなに来る？いや、そっちじゃないんだよ。2枚目っすよ。そんなすり抜けますかと。いや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 。それは、本当にね、一瞬ね、頭がついてこなくなりました。いやー、ブロリーね。見たいっすよね。そっちのブロリーじゃないけど。9周年のブロリーが見たい。9周年のね。やばいな。これはやばいよ。さあ次。まあ無料分でね、10連引けますんで、まあここで引いたらもう、何も問題ないと。ここで引けたらもう何も問題ないです。ここで決めないと。さあどうだ。演出はちょっと弱いですね。さあ3枚目。まあでもね、このね、5%って言ってもなかなかね、出ないとき出ないっすからね。まあ出るときはね、すぐ出るんですけど、出ないときは本当にね、出ないんですよ。このガチャも。まあだからその辺は運と。ブロリー引けるかどうかは運ですよと。まあ、運よくね、ブロリー引けた方は本当にラッキーですよね。さあ、ベジータと。
ということで、さあ次で3周目です。ちょっとね、ゴジータチャレンジもねしたかったんですけど、なかなかもう余力がないですよ。本当にもうこうなったら、ここできたらもう本当に終わりっす。ブロリーもう一丁ないのこれ。さあ今回も演出が微妙と。さあ3枚目。まさか。でもね、ドッカンバトルはこんなに続くとは思わなかったですけどね。9周年ですよ、9周年。さすがドラゴンボールと。もう9年やってますっていう話でしょうか。やっぱ周年キャラはちょっと、ね。いやいやいや、さっきも出たやん。ベジータ、さっき出たって。ベジータ、それは。それはいかん、それは。さあ、行きましょうか。もう何連か分かんなくなってますけど、行きましょう。いや、これはもうここで決めてくれないと。さっきベジータいたんでね、これ。いけるでしょう。でしょうね。ですよね。ここでもう、もうここで決めたらもう、ブロリーガチャ終われる。よっしゃーじゃないっす。全然よっしゃーじゃない。さあ3枚目。いや、もう決めとこ。もう時間的にも決めとこ。そろそろ。いやー、バータック、近づいてるか。ブロリン近づいてる。あ、ザマスが2枚目か。いやそっちじゃないんだよな。いや、これやばいぞ。次ぐらいで確定分ですかね。どう。いやー、これはやばいわ。これね、ブロリー引けない可能性出てきましたよ。さあ、次、これ引いたら無料分で引けるという感じなんですけど。いや、ベジータおらん。ベジータがおらん。いや、これは来ないでしょう、もう。演出が。この演出がちょっと弱すぎる。9周年。皆さんのね、9周年どうだったっすかね、もう。ちょっと半分諦めかけです。まさかこんなにコントは。あ、でも早く弾ける人は早く弾いてるんでしょうね。ああ。なんとも言えんな、これ。さあまあ、無料分でね。さあもう、10連、行きましょう。ここで出ないともう、ほん本当にね、ちょっときつい。もうきついな。フュージョンありますよ。今フュージョン出たんで、これでもワンチャンあるんじゃないかな。さあ、なんとかゴジータ分が残るか。
これ多分結構勝負っすけどね。さあ3枚目。うわ。これ違うんじゃないの？ほら。やばいよ。いや、3枚そっちのブローリー来るっていうね。シルエットが違いましたもんね、もう。こっちのポーズじゃないよと。いやー、すり抜けるなー。すり抜けますよね、これ。や、悪い方のドッカンバトルになってるわ、これ。いや、だと思いました、最後も。いや、ブロリー、そっちじゃないん、こっちじゃないんだよ、本当に。こっちじゃないんだよな。まあ、4周目っすかね。行きましょうか。もうこれでほぼほぼ最後ですよ。本当に。さあ、クリリン。さっきと同じパターンだが、フュージョンが来ないので。カカロットと。カカロットとイコールサンキューと。これどうすかね？期待できます？ちょっと演出が新しくなってるんで、自分的にはちょっと新鮮かなというところではあるんですけど、まあ、ゴジータが来てくれましたと。9周年は来てくれない。これね、4周目ももう終わっちゃいそうだな、これ。まあ、確定分が、まあ、ですよね、と。行きましょうか。ああ、この辺りでも来てくれてもいいんだけどな。いや、出ませんね、本当に。途中ね、ちょっと途切れてしまって戻ってきたと。今演出結構ね、いいとこまで行ったんで、ブルーまで行ったんでね、これちょっと期待できるかなというところなんですけど。ただこのブロリーのガチャがね、まさかこんなに長くなるとは、思ってもみませんでしたね、本当に。本当にね、もう毎度毎度同じようなキャラが出ると。さあ、確定分も B 出るで何も来ずと。さあ、次回したら無料分また10連できますよと。いや、これは。どうだ、ここで。これもちょっともう出ないな。ちょっと急ぎましょうか、これ。でも出ないでしょ、これ。演出が演出だったので、ちょっと急ぐと。一応確定分はちょっと期待しても、ダメですね。さあ、じゃあ無料分ね。この無料分があるので引いてるみたいなとこありますから。
え、ブロリー渋いな。今回もちょっと厳しいと。ちょっと急いで見ていく。まあ、多分ね、これで来なかったら、さあ次ぐらいが確定かな。はい。さあじゃあね、ラスト、石がね、もうないんで、ラスト行きましょうか。さあ、これが本当に最後の10連ですよと。あ、クリリン。フュージョンありますね。ワンチャン見れるかも。さあ、ちょっと気合い入れてくれと。1周年ガチャが。さあ1枚目、ここはちょっと見ていくぞと。ラストなんで、いやこれじゃないよな。ベジットじゃないっすよね。2枚目、3、いやまだある。4枚目、さあ5枚目と。さあ6、7と。まあ SSR はちょっときたが、8と。さあ9、これは最後です。いやもう1枚ですね。いやこれで終わりか。これで終わりです。さあ、ということでね、ちょっと石がなくなってしまったので、ブロリーは出ません。まあ、なかなかね、そう簡単には出ないぞという感じですよ。まあ、運よくね、出たらまあゴジータの方も回したいなと。甘く考えてたんですけど、そんなに甘くなかったということで、まあ皆さんね、まあどうだったでしょうかと。自分はちょっと無理だったということです。まあまたね、もし機会があったら、まあガチャやるかもしれません。よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さん、また。